おはようございます。速稼塾の久保です。今日も相場解説をしていきますね。昨日の予測といいますかね、昨日の相場解説の続きになりますけども、現在時間が2月12日の7時14分です。昨日私がお話ししていたのはこういうことですよね。ここにロスカットラインを引いてエントリーポイントをここに置くと。で、あとはリスクリワード 1.3 で目分量だけども、こういうふうにね引いていって、ここで、決済ポイントを作ったらどうかということでした。順調にですね、昨日のエントリーポイントからずっと下がっていって、で、ここにですね、ロスカットラインを引いたんですけども、ゼロライン設定ですでにゼロラインはこの辺りに置かれていますんで、今大きな含み益が出ているところですね。あとはこのまま決済してもいいですし、このまんまこのね、下に下がる勢いが最後の3本目もクリアしていけば最大利益が取れるんではないかなというところでございます。だいたいね、ピップスで言うと60ぐらいは狙っていけるんではないかなと思います。こういうふうにね、綺麗に決まるといいかなと思いますよね。今回はゾーンが2本、補助線というかね、きっちり引けましたんで、そんなに難しくなかったかなと思います。本日お話しすることは以上なんですけども、こういうことができるようになるのはやっぱりね、ずっと繰り返しているからなんですよ。ただ繰り返しているだけではなくて、どんな時でも同じような時間に、検討作業をしているってことです。私はだいたい朝の6時から7時の間にこの朝の相場解説をやって、今日は目星がつきそうだなと思ったら、昼も夕方も夜も見るみたいなことを繰り返して追っかけていくんですけども、朝の時点で今日は目がないな、もしくは自分の見識では解読不能だなと思ったら、1日やらないこともありますよね。でも今回はですね、結構今年に入ってから細かく見ていってます。ご覧になってる方からもね、メールをよくいただくようになりまして、前回までもメールいただいてたんですけども、今回は特にですね、分かりやすくてイメージがつかみやすいと、勝てそうな気がするという形だったりとか、同じようにミラートレードしたら勝てたみたいなことがありましたけども、ミラートレードは自分の力で勝ってるわけではないんでね、お分かりだと思いますけども、それを繰り返してくださいって話じゃないですからね。最初実際にエントリーする勇気がない場合は、私のトレードの通りにやっていただいて、多少ですね、利益を出す、この経験とか喜びを知っていただいて、それから徐々に独立するって形を取っていただくのはいいんですけども、私の解説と、それからね、自分の解説を作ることってのはまた別ですから、やっぱり無数の解説ってから予測が存在しますんで、 FX には。で、私今補助線をいっぱい引いたりとかゾーンやりますけども、これだけが勝てる絶対の法則ではないんでね、自分の勝ちパターンを見つけ出すことが大事ですから、ゾーンっていうものが肌に合わない方、移動平均線がなかなか自分の肌身に合わない方、いろいろいらっしゃると思います。私ももともとは逆田誤法だけだったんですけども、今は逆田誤法を基礎にしてゾーンをよく使うようになってきたりとか、移動平均線を使うようになったのも、私がね、相場解説を始めて半年後ですからね。それまで移動平均線使わなかったんですよ。で、去年っていうのはまた移動平均線を一回も使わずにやってきました。2019年ね。そういった形で移動平均線とかゴールデンクロスとかね、いろいろ考え方あると思うんですけども、それを自分が扱えるかどうかまた別の話でございます。ですので、私はしっかりとね、暗記項目を最初にクリアしてからじゃないと、なかなかチャートを開いても難しいですよってことを申し上げました。私の相場解説にくっついてきて1年以上やられている方もいると思いますけども、通常しっかりと1年以上やったら、もう負けなくはなると思います。大きく勝てるとは限りませんけども、月に1万、2万とかだったらね、資金の量にもよりますけども、プラスになると思うんですよ。少なくともマイナスにはならないと思います。もしね、まだエントリーの単位が10円とか、20円とか、50円とか、100円でやってるよと。しかもキャリアが1年以上になるよってことは、ちょっとね、学び方というか進め方が遅いんだと思うんですよ。それはちょっとね、もうちょっと FX にエネルギーを傾けていかないと、寿命の方が先に終わっちゃいますから、ご用心いただければと思います。こういうふうにね、たまにはちょっと厳しいことも言っていかないと、ただ続ければ成功するよみたいな話じゃないです。工夫を凡事徹底することなんですよ。いろんな角度から見ていく力を身につけるってことです。そうでないと、やっぱりね、投資の世界っていうのは、百戦錬磨のビジネスマンがどんどん参入してくるところですから、ビジネスマンの利益を取るセンスってものが投資に生かされるとものすごく強いんですよ。私もその一人なんですけども、投資をするまではずっとね、ビジネスの成功だけを、ビジネスの理屈、それから経営分析だけをずっとやってきました。自分で会社も経営してきました。これももう一個厳しいこと言いますけども、投資の世界に入るんだったら、やっぱりね、会社経営をしてるっていうのは、基礎中の基礎、小学校1年生レベルだと思った方がいいですね。会社の経営をすれば必ず勝てるってものではないですけども、会社を内側からね、見ていくってことができないとなかなか、
投資ってのは自分にね振り向いてくれないんじゃないかなと思います。まあ FX ってのは個別の会社を見てるわけじゃないんでその感覚が薄いんですけども、ドルとか円のね強み、国の強みっていうのも結局は企業とか企業統治体の強みになってきますから、この相場解説っていうのの中でですね、まあそういうこともお話していければなと思っております。本日は以上です。どうもどうも。